平野紫陽、脅威の CM 出演利用。一体なぜ8000万円もの高額報酬が企業が彼を求め続ける理由とは一体、平野紫陽くんは役者としても体制できると思ってます。世界進出にもつながるのでは、歌とダンスに集中したくて、急ジャニーズを辞めたんじゃなかったのまた、周りに流されてしまうのではないか心配になるな。平野紫陽、彼の多彩な才能が新たな舞台で輝きを放っています。 彼の俳優としての成功は、単なる歌手やダンサーに止まらず、世界進出への一歩となっています。旧ジャニーズを離れたのは、歌とダンスに全力を注ぐためだったのでしょうか彼がどこまで自分の道を切り開いていくのか、ファンたちは心待ちにしています。2月に入り、平野潮さんが日本の CM に出演し、ファンを喜ばせています。まずは、2月10日から放送されているサントリー、人見水の新テレビ CM。これは、 2バイト所属も初の CM 出演となりました。CM では、平野さんが東京ゼロサの角出しさんと共演し、居酒屋での軽妙なやりとりが見どころです。渋谷に展開された巨大広告も話題を呼んでいます。同じく2月10日に発表されたのが、デジタルハリウッド大学の CM、みんなを生きるな自分を生きよう2024編への出演。ここでは、 平野さんが後輩の相談に乗る先輩役として登場し、夢を追い続ける素晴らしさを伝えています。自らの経験を元に語るその言葉には、説得力がありますね。これらの CM を見て感じるのは、新しい道を歩む平野さん自身と、CM で描かれるストーリーとの共鳴です。サントリーの CM では、新しさと清涼感が、 デジタルハリウッド大学の CM では夢への情熱が表現されており、それが平野さんの現在の姿と重なる部分があるように感じます。ファンの反応も熱狂的で、ツイッターでは CM に関連するワードがトレンド入りするなど、大きな反響を呼んでいます。CM が地上波で放送された後、YouTube でも公開され、ますます注目を集めています。一方で、平野紫耀さんの CM 出演料も注目の的となっています。 所属事務所の少年場や対抗場の存在があったにもかかわらず、彼の人気に応じて6000万円程度の出演料が提示されていると言われています。彼のインスタグラムフォロワー、カズや、ルイビトンとのパートナーシップ契約、アジアアンバサダーの任命などが、その価値を裏付けています。そして、彼の求心力が高い理由は、美しい容姿だけでなく、ダンスの才能にもあるようです。 特に、ダンスの強弱やセクシーな表現が高く評価され、若い世代を中心に支持を集めています。彼の才能に見る未来への可能性に、大手クライアントたちも興味津々のようです。最後に、平野志耀さんが今後出演するであろう保険会社や自動車メーカー、不動産関連の CM に期待が高まっています。ジャニーズ事務所からの独立後、ますます輝きを増す平野さんの活躍に目が離せません。